いやー、ちょっとびっくりというか、いよいよもうこの戦争終わるんじゃねえかなっていう話です。はい、何の話かっていうと、プレイステーション5で発売するね、独占してきたゲームが今軒並み PC の方で発売しようっていう動きが、盛んに今行われてるんですよね。そんな中で本当に思ったのが、あれ、これもしかしたらもうハードの垣根がなくなるんじゃないかなっていうふうに本当に思ったのと、あとはコンシューマのゲーム機っていうところがいよいよ淘汰されてくるタイミングなのかもしれないなっていうふうに思ったんですよね。その PS5 がなくなることはないですよ。もう発売してるんで。ただ、世代としては PS5 が最後になるっていう可能性も、全然可能性としてはありえるのかなっていうふうにちょっと思ったっていう、そういう話をね、今回しようと思います。はい、もうちょいね、もう今の話が大体の概要なんですけど、深掘りしながらね、ちょっと一緒に見ていけたらなというふうに思います。はい、というわけでですね、PS5 不要説がガチに、なってきたなという感じです。今回ちょっと PS5 に絞って話をするんですけども、Xbox とかでも一緒というか、 Xbox に関してはもはやもうそういう状況になってきてるんですよね。PC 持ってる人は Xbox 持ってなくても大丈夫だよねみたいな。なんでかっていうと、Xbox 独占で発売するゲームって、基本的には PC でも発売するからっていう理由で、どっちも持ってる必要はあんまりないよねみたいな、そういう感じでもすでに仕上がってるんですよね。で、それと同じ状況に今後プレイステーションもなっていくんじゃないのかなっていう話が今回の話になります。はい、というわけで具体的な話をしていきましょう。一番直近で言うと、ゴースト・オブ・ツシマっていうゲームがあるんですよね。このゲームもめちゃくちゃ面白くて、めちゃくちゃ売れていて、日本を舞台にしたオープンワールドのゲームなんですけども、本当世界的な大ヒットで、こんなね、大ヒットしてるゲームなんですけども、今まではプレイステーションの方でしか遊べなかったんですよ。PS4 と PS5 に今発売してるんですけども、この2つを持っていないと遊べないっていう状況がずっとありました。ただ、今回ですね、この対馬が PC の方で発売することが決定したんですよね。ちょっと今までのムーブだったら、あんまりこれありえない話なんですよ。なんでかっていうと、この対馬っていうゲーム自体は、その SYE のソニーファーストで発売してるゲームなんですよね。なので、他プラットフォームで出すっていうのは、今まででは本当にありえない話だったんですけども、今回、Steam の方にもストアページが公開されていて、Steam っていうプラットフォーム上で発売することになっております。そういう感じで、ちょっとね、今まででは、ありえない動きっていうのが、今ね、この SYE、そしてソニーの中でかなりね、頻繁に見られているんですよ。他にも、やっぱりホライゾンゼロドーンとか、めちゃくちゃなこのプレイステーションでもう幅を利かせまくっていた名作があるんですけども、ホライゾンとかもすでにね、Steam の方で発売していて、こちらも本当に大ヒットですし、あとは、基本的にはですね、こんな感じで、対馬もホライゾンもそうだったんだけど、発売日から時間をずらして PC の方で発売するっていう動きが、当たり前だったんですよね。そんな中ですね、先日、このソニーファーストのゲーム、ヘルダイバー2っていうゲームがあるんですけども、SF 系のゲームで、パーティーメンバーでバン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 ね、襲いかかる、気持ち悪い宇宙生物を倒していくっていう、コープシューターなんだけど、これ、なんと、ソニーファーストで発売しているゲームなんですけども、発売日に PC も入ったんですよ。これマジで今まで全然なかったんですよね。絶対にもうソニーファーストで出るゲームは、とりあえず発売日はソニーのゲームハードで発売しますよ。後から、Steam とかそっちで公開することはあるんですけども、でもやっぱりそれでも2年3年とかは全然待つよねっていう、そんな感じだったにもかかわらず、このヘルダイバー2に関しては、なんと発売日に PC でもプレステでも遊べるっていう、ちょっと本当に今まででは考えられないことが起きました。そんな感じになってきてるんで、基本的に PC 持ってる人は PS5 不要説がガチになってきてるんですよ、これマジで。やっぱり今までもそうだし、僕もそうなんですけども、結構PC でゲームをやることが多いです。ただ、一応 PS5 も持ってるんですけども、PS5 でしかプレイできないゲームっていうのはやっぱりあるんですよね。それこそ対馬もそうだし、ホライゾンもそうなんですけども、発売日にこれらのゲームをプレイしたいなっていうふうに思うと、プレイステーション5を持っていないと遊べないので、そういうふうな理由で僕はずっと PS5 持ってるんですけども、
もう発売日にも PC で発売して遊べるようになりますよって言われたら、それこそ本当にね、全然必要なくないっていう風になってきてしまうんじゃないかなという風に思っています。まあでも現状の段階でも待ってればそのうち PC で発売するよっていう雰囲気になってきてるんで、直近で発売していたのに FF7 リバースとかもそうですよね。 FF7 リメイクの方もPC で発売したんで、まあそれと同じようにリメイクに関しても待ってればそのうち PC で発売するよっていうのはもう当たり前になってるかなと思うんでね。それぐらい今ね PC 市場っていうのがめちゃくちゃ拡大してきています。で僕調べたんですよ、これ日本における PC 市場の拡大っていうところがどういう風になってるのかなっていうのをちょっとね自分なりに調べてみたんですよ。でこれ2022年のデータなんで今はもっと膨れ上がってる数字かなと思うんですけども、スマートフォンゲームの市場が 75%、 全体の 75% で、コンシューマーゲームの市場が全体の 13.5%で、PC ゲームの市場が全体の 11.4% っていうね数字になってるんですよ。はい、もう 2% しか変わってないんですよね。そのプレイヤー数ではなくて市場の規模っていう意味で、コンシューマーと PC の市場自体がこの 2% の差しかないんだよね。まあ今の話で言うと、その 75% を占めているスマートフォンのね市場はちょっと関係ないんで、これ省くとコンシューマーゲームの市場が 54% で PC ゲームの市場が 45.6% みたいな感じ。もうねほぼほぼイコールになっていて、しかもまあさっきも言った通り、もっともっとねPC に関しては今膨れ上がってきてるかなというふうに思うんで、ほぼほぼ一緒なんですよ。そんな感じの状況を見るに、ここに対して何かしらのアクションを起こしていくっていうのはまあやっぱ企業としては当たり前なのかなというふうに思いますし、それをやらないっていうのはかなりね機会損失をしてしまうっていうことにもなってしまうので、おそらく今後は絶対にね SIE はそういった PC 市場っていうところをしっかり狙ってくるのかなというふうに思ったし、結構今までもねソニー側のインタビューとかがたくさんねいろんなところであったんですけども、そこでやっぱ PC 市場っていうところを意識していきたいっていう話はもう何度も繰り返しあったんで、まあそこは間違いないのかなというふうに思います。まあ今だとプレイステーションの方でこのゲームのストリーミングサービスとかが一応できるんですよね。まあだからダウンロードいらないで昔のゲームを遊ぶことができますよとか、まあそういったサービス提供されているんですけども、おそらくそのうち PC とかでも同じようなことができるようになっていくんじゃないかなって思うんですよね。それこそまあゲーパスとかに関しては Xbox の方でゲーパスを使うこともできるし、 PC でも同じようにゲーパスを使うことができるんですよね。まあ、若干そのラインナップに差はあれど、一応ねほぼほぼ同じぐらいのゲームをプレイすることができます。でまあこんな感じでプレイステーション側も PC 上でそのゲームストリーミングのサービスを持ったり、あとはゲームのサブスクのサービスを持つっていうのは、まあ今後としては本当にあり得る流れなのかなというふうにちょっとマジでこれは思いますね。まあでも本当になんかそんな感じでXbox と、まあ、プレイステーション側がゲームの種類ではなくてサービスで今後ね争っていくんじゃないのかなっていうのが、まあちょっとここ 2,3 年ぐらいの動向としての僕の予想ですね。まあ、そんな感じで PC ゲームの市場はすごく広がってるよっていう話をしたんですが、まあやっぱりゲーム機って低価格なんですよね。まあ今のそのプレイステーション5自体もすごく値段が高いっていう風に言われてるんですよ。これまあ本当にめちゃくちゃ高いんで、6万円とか7万円とか平気でするようなゲーム機なんで、その時点でもちろん高いのは間違いないんだけれども、じゃあまあ PS5 を買うのやめて代わりにね PC を買おうかなとか思うと、まあそれこそ普通にやっぱりもう10万円もかかるし15万円かかるし20万円かかるみたいなのが当たり前の世界になってくんだよね。だから特にそのゲームをプレイしたいっていう理由に絞ると、まあやっぱりゲーム機っていうのはすごくコスパ自体はいいんですよ。だからなんかそれがなくなってしまうっていうのもまたその選択の幅、我々消費者的には狭まってしまうので、まあ、どうかかなというふうには思うんですけども、まあ、ちょっと今後どういうふうにコンシューマーのゲーム機が生き残っていくのかっていうのは、まあ、ちょっと分かんないですよね。それこそまあじゃあ今 PS5 だけど PS6、PS7 と順調に出していって、果たしてその方法で間違ってないのかっていうのも、まあ、若干怪しいわけですよ。なんで、
まあ、結局あの PS4 から PS5 の時にもすごくねあのゲーム機の値段自体は上がってるんで、今後そうやって PS6、7 と上がっていく中で値段自体も上がっていって、まあ、それこそあの価格面でもね値段の面でも PC の方とあんまり変わんないよってなったらいよいよだと思うんですよ。まあ、そこまでいくのかちょっとわかんないですけども、まあその今後のねコンシューマーゲーム機のあり方っていうのは、まあ、僕もなかなか予想しきれない部分はあります。で、まあ、ちょっと話は戻すんですけども、やっぱ PC に関して、まあ、10万円からまあ20万円ぐらいは平気でするんですよね。まあすごく敷居は高いなと思うんですけども、まあでもある意味コスパは良かったりもするんですよ。あのゲーム機ってやっぱりその一回ね PS4 とかを買ってしまうと、じゃあ、まあ、しばらく使っていると、じゃあ PS5 が発売されて、じゃあ PS4 では PS5 のゲームはプレイできませんよっていうことが起きていくんだけども、 PC にはあんまりそういう概念がないんですよね。なので、まあ、一回最初に買ってしまえば、あとは、まあ、自分のカスタマイズだったり、パーツのアップグレードで、ずっとね、あの、時代とともに進化するハードウェアに、あの、対応していくことができるんだよね。まあ、そんな感じで結構小回りが効くっていうのもありますし、あとはそのゲームの設定とか、ある程度スペックが低くても、要求スペック高いゲームをプレイできたりもするんで、まあ、そういう融通はいろいろ効くんですよね。まあ、いかんせん本当にやっぱ欠点としては、あの、初期投資がすごく高いよっていうところだったり、やっぱ場所を取るよっていうのは、あの、間違いなくあると思うから、まあ、そういう面で問題は抱えているけども、まあ、コスパっていう面では、まあ、どっちがいいのかっていうのはまたちょっと一概には言えないのかなと僕は最近思い始めましたね。まあさすがにそのスイッチとかと比べるとスイッチのコスパってすごく高いと思うからさ、あっちはあっちでまた別路線でしっかり生きていくと思うんだけど、やっぱそのハイエンドゲーム機とかになってくると、やっぱちょっと PC と差が分かんないなっていうのは今後どんどん感じる部分かなというふうに思いました。はい、てな感じで、もういよいよね、あの冒頭にも言ったんですが、戦争が終わりそうだなっていうところですよね。PC というプラットフォームに、プレイステーションも Xbox も、ちゃんとこう参入して、じゃあ PC の中ではすごい平和だよねみたいな、まあほとんどのゲーム遊べるから大丈夫だよねみたいな、そんな感じになっていけば、長きにわたって行われていたそのゲームハード戦争みたいなところも、まあいい方向に進むのかなとかはちょっと思いましたね。まあいろいろ話したんですけども、まあコンシューマーのゲーム機があの消えるっていうのは、まあやっぱ消費者的には本当に選択肢が減るので、なんとかそこはやめてほしいなと思うポイントではありますよね。我々的に言うと、あの PC で遊べるのか、それともまあコンシューマー機で遊べるのかみたいな、そこの選択の幅が多ければ多いほど多分助かるかなと思うからさ、まあでもここ 2,3 年ぐらいで大きな動き絶対にこうあるんじゃないかなと思うんで、今までなかった動きをしているこのソニーのゲーム発売戦略、ぜひ注目してみてください。というわけで今回はこれで終わりたいと思います。この動画良かったよ、なんか知んないけど最後まで見ちゃいましたよっていうそこのあなたや、たまたまおすすめや検索から来たそこのあなた、そんな中でもね、まだチャンネル登録やグッドボタンを押してませんよという方いらっしゃると思います。ぜひね、あの押してから帰っていってもらえるとめちゃくちゃ嬉しいので、よろしくお願いしますという感じで、最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ではまた。